デスティエンヌドルブ級通報艦、または A69 型通報艦は、フランス海軍の通報艦。1976年から1984年に、かけて17隻が建造され、アルゼンチン海軍に3隻が輸出されたほか、フランス海軍の退役艦を、トルコ海軍が購入して運用している。フランス植民地帝国の最盛期と比べれば、縮小したとはいえ、 アルジェリア戦争後の1960年代末においても、フランスは世界各地に海外圏、海外領土を有しており、海軍はそれらの地域での洋上警備、救難任務に充当するための艦艇を要していた。一方、同時期に植民地の独立戦争を戦っていた、ポルトガル海軍は同様のニーズに対応するためジョアンコーチニオ、キューコルベットを建造、配備した。これは、 現代の通報艦とのコンセプトのもと、沿岸近海域における警備、救難及び対地火力投射任務を遂行できる低コストのコルベットとして開発されており、良好な評価を受けた。これを受けて、同様のコンセプトに基づくフランス版として開発されたのが本級である。なお当初の計画では、同一の設計に基づいて通報艦としての A69 型と、 艦隊護衛艦としての A70 型が設計され、ルコルス級、フリゲート、ルノルマン級、フリゲート、コマンダンリビエル級フリゲートを更新して35隻が配備される予定であったが、最終的に全車のみが実現し、配備数も17隻に削減された。写真は、コマンダンビロ。運用人員の削減と、海外県、海外領土の比較的簡易な港湾設備でも、 運用できる必要から、小型化が強く要請された。小型の缶型で、船内容積を確保するため、中央線路型が採用された。また、海外展開の必要上から、長距離航続性能が要求されたため、ディーゼル主機が採用されており、V 型12機と中速ディーゼルエンジンであるセムトピルスティック 12PC に V400 が2機、両弦2軸の推進機に1機ずつ接続されているが、 これは、ジョアンコー高知女級と同構成である。なお高端性よりは整備性を重視して、主機質は一室構成とされている。また、コマンダンレルミニエのみ、より新しい高速リーゼルエンジンであるセムット、ピルスティック 12PA6BTC と改良された赤外線複射防止措置を備えている。また、小型艦ながら高揚性が求められたことから、フィンスタビライザーも装備された。 小さな戦隊規模に比して、兵装は充実している。ジョアン・コーチ・ニョ級は、防空火力、耐水上火力は、航空兵器のみという放送型コルベットであったが、本級では、線路後端に、エグゾセ艦隊艦ミサイルを、また、後部上部構造物の前方に 550mm、巨雷発射艦2機ずつを搭載した。また主砲も大口径のエメリー、ミリメートル。 単相速射法とされた。メインセンサーとなる対空、耐水上レーダーとしては DRBV-51 トリトンが搭載される。これは C バンドの二次元レーダーでレーダー反射弾面積に平方メートルの空中目標を3 0トルで探知できる。これを中核とした戦術情報処理装置としてベガも搭載された。 また1980年代末の近代化改装で、アンブル -1A34 連装デコイ発射機や、アン、SL9-25 追魚雷デコイが、搭載されるとともに 550mm、魚雷発射艦に、対戦攻撃能力が付与された。一部艦には、ミストラル近接防空ミサイルのシンバド、連装発射機も搭載されている。一方で、 収益当初は 375mm 対戦ロケット6連装発射機を搭載していたが、改装に伴い順次降ろされている。冷戦期には、大西洋に展開し、沿海域を中心にした対戦哨戒、海外領土パトロールに用いられた。現在では、国際平和活動、海上治安活動など戦争以外の軍事作戦にも用いられている。 現在ラファイエット級フリゲートにより一部の艦は更新され8隻がすでに退役した。そのうち6隻はフランス海軍を除籍後にトルコ海軍に売却され B 級コルベットとなっている。残る9隻はフレム計画艦により更新予定とされていたが同計画の縮小に伴ってこの予定も不透明となっている。なお、 アルゼンチンへ輸出されたドゥルモン級の初期の2隻は本来は南アフリカ海軍向けのグッドホープ級であったが国連アンポリ決議418号に基づいた国際連合による制裁措置のため輸出が差し止められた艦をアルゼンチンが購入したものである。ありがとうございます。